私は高校に入って初めて訪れた古着屋さんで、その内装とか店員さんの対応に惹かれてファッションに興味を持ちました。また父や母も趣味で裁縫をしていて、小さい頃からミシンなどに触れていたので、また自分も詳しく知りたいなと思って、あのファッション業界に興味を持ちました。まず私が専攻したこの学科では、自分のオリジナルブランドをこう作ることができるというところに惹かれました。企画から商品の制作、お店の運営などこう全てのことを一から学べるところに惹かれて、私は NITF を選びました。授業でタイトスカートを制作しているのですが、これから授業の中で様々な衣装の制作があり、それら一つ一つを丁寧に一から学んで完成させることが今の楽しみです。私はジャンル問わず様々なファッションが好きで、可愛い服装だったり少しかっこいいような服装も着たりしています。で、特に古着が好きで、古着はなんかこう自分の個性を出せるので、着たい服をこうジャンルに問わずに着ることができるので、私は古着が一番好きです。私の将来の夢は、デザイナーになって自分のお店を持つことです。また今自分の新しい目標がありまして、私姉がいるんですけれども、姉がもし結婚式をする際に、お色直しなどの洋服も作ってあげたいなと思っていまして、友達や家族にこう合った衣装を作ってあげるということも私の夢です。